回りましたか。はい、回りました。はい、1月10日、本日山形は初売りですね。はい、1月10日、はい、わたわたやし TV 始めます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。たまたま本日、うちの地元の戸田さんの担当の方が来ていただきましたので、無理言ってやし TV に出演していただきます。じゃあどうぞ自己紹介を。あ、すいません、山形市の、流通団体であります山線株式会社の佐賀と申します。一つよろしくお願いいたします。そんな感じでいいんですかね。はい、ちょっと声張らないとね、拾わないかもしれない。あ、そうなんですか。はい、はい、主に着物でなくて、着物じゃない商品でお世話になっている場合が多いんですが、はい、うちのお店で来週からお宝一の一という催しをさせていただきます。その際にですね、こちらの山線さんで着物も応援していただくんですね。はい、県山ということで、着物の方で応援させていただきますので、ぜひ一つよろしくお願いいたします。まあ、通常は非呉服ということで、宝飾バッグなどいろいろお世話になっており、今回初のお目見えになりますので、ぜひぜひ来店していただければと思っております。はい、このヤシ TV はですね、私の友達はもちろん業界関係者の方が参加しているようでございます。はい、新しい企画を発表するにはもう持ってこいよ。18日の金曜日から4日間なんですが、18日の金曜日にチラシが入ります。はい、山形市内に5万部ほどチラシをドーンと。ありがとうございます。はい、で今回の企画は何ですか。はい、お宝一の一ということで、今回お宝一の一ということで、着物が、はい、なんと、はい、1万円ということで、今回は、ご用意させていただきました。はい、1万円と1万円。正直どうだろう、一番高いので38万ぐらいのまだ入ってるのかな。ああ、入ってます、入ってます。もう元々その1万円という着物はこれに存在しないので、で、まああれですよね、お年玉代わりに限定何枚って決めてですよね。はい、そうですね。はい、すごい企画を織り込みでやります。はい、まあもちろんうちも何にもないし、こちらさんも何にもない、はい、何もございません。いわゆる利益がないという、ね、はい、お客様のみ、はい、ですね。まあ、その代わり縫ってくださいね。あ、お仕立ての方はぜひお願いいたします。半分だけでお求めいただいちゃったら転売されちゃいますんで、はい、それだけはご勘弁して。そうですね、はい、まあ、はい、お正月だけ、お正月なので限定でやりましょうと。はい、でさてさて、なんとなんと試しにこんな商品ですね。今回ご用意してますのが、木ざくれですね。こちらの商品、まあ、見ていただくと分かると思いますけど、大島、本番大島ということで、通常こちらの方でもかなりの金額がついてます。19万8000円値段がついておりまして、こういった商品がなんと1万円見える形で、えらいこっちゃ。まあ、そもそもこの19万8000円もどうなんだっていう話もあるかもしれません。ただうちのサイズで安く売っても7万8000円とか、かなり安いですね。頑張りすぎて5万8000円とか、はい、あとうちの専務とかうちの社長がノリノリになっちゃってどうしようもなくなって3万8000円ぐらいで出すこともあるかもしれません。かも。でもこれが1万円だったらまずないですね。これが1万円というのはまずない。でもね、このエヴァよりね、おそらくね、あ、この丸巻きよりこっちの着物の方がその元値が高いかなと思って出してきたんですよ。こちらの方は、なんと38万ということで、はい、こちらの伝統工芸士の白川貞夫さんが、声を張らないときっと聞こえないと思います。白川貞夫さんの作業の作品でございます。はい、ワイルドシルクということで、野生の絹ということで、ワイルドシルク、はい、スギちゃんですね。はい、去年ね、流行語大賞にもなりました、ね、スギちゃんの。そんな感じの、ざっくりと編んだシルクの大盛りになって、これだと大体28万ぐらいですかね。はい、これは38万を、付けさせていただいております。はい、こういった形でこれが、はい、これがなんと1万円。あ、これ塩沢ですよ、塩沢。は
塩沢のエヴァ。あ、そうね、エヴァって業界用語なんですかね。あ、基本的にこういうのは反物と言います。で、僕たちのお母さんの頃は着物を見るとき反物でこう合わせたんですけど、今はもう反物で合わせるというよりはもう、まあ、仮仕立て、はい、仮仕立てになってて、はい、まあ仮仕立てになっているものというのはですね、実はあの柄付けが、一方的な同じ柄をこうコピーペーストしている商品ではなくて、まあ、裾に柄がという形で、そうですね、着姿がこう、はい、同じ柄にならない、まあ、冷装品だったり、はい、する場合が多いわけなんですけど、まあ、そのタイプのエヴァタイプの、はい、エヴァの織物ってことは高いってことですよね。そうです、そうです、はい、エヴァの織物っていうことは非常に高いで、カラー合わせなんかも結局しなくちゃいけないので、その分は値段がかなりかかるという。いや、でこれも、これもなんと1枚、はい、いや、やりすぎですね。いや、まあ、今回はあの普段の 1月の展示会ということで、まあ、1というふうにこだわっています。お年玉代わり、はい、お年玉代わり、まあ限定ですんで、そうたくさんございません、ね、そんなにいっぱいはないですから、はい、まあその代わり本当にお値打ちなものがたくさん出ますので、はい、はい、なるべく早めに来ていただいた方がいいかな。そうですね、まあ、初日2日目、あたりで来ていただければ一番助かるかなと、はいはい、いいものが先になくなりますので、はい、ですね。一般的にお正月ってフォーマルとシャレ物だとどっちが動くんですかね。ですね、どちらかというと、まあ、いろんな場所に出ていくのがあるので、まあ訪問にということで、フォーマル系統が多くはなることしてる。あ、フォーマルもありますね。フォーマルもたくさんありますので、まあちょっとね、iPad でお取りいただく商品としては、はい、まあ、この 3,4 点ぐらいにしといて、はい、後日はもっともっとたくさん素敵な商品が揃いますんで、はい、この佐賀さんの微妙な間を体験していただければと思います。もう何がなんだか分からない。本当に緊張してたんで申し訳ない。あの芸能人で誰に行くんですか。あのよくコロッケさんですとか、この辺によく言われますね。そうだ、はい、なるほど、よく言われます。おそらくこちらの佐賀さん初対面だと、俺これに間違われないかなと思って、ああ、俺結構心配しちゃうんですけど、決してそういうのはないです、はい、ちゃんと奥さんもいますしね、はい、ちゃんと奥さんもいます、子供もお子さんもいますしね、はい、2人いますので、はい、はい、その辺は全然心配ありませんので、あれお子さんいくつなんでしたっけ。結構大きいですよね。あ、大きくなりました、子供はもう大きいほどお兄ちゃんはもう今年二十歳でも就職してます、ね、で次男の方が今専門学校の方へ通ってます。やっぱこう大きい方のお兄ちゃんがっていう時点でやっぱちょっと危ないかなあ。すいません、長男の方がですね。そうなんですよ、危険かな。僕大体分かってるんでもう大丈夫なんです。初めて会った人はそう思うかもしれない、はい、くだらないやり取りがあっておきで、来週の18日から、はい、この酒井さんと一緒にやっておりますので、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。